ベトナム航空815便墜落事故は、1997年9月3日に、乗客60人と乗務員6人など66人を、乗せホーチミンのタンソンニャット国際空港を出発して、カンボジアのプノンペン国際空港に到着する予定だったが、悪天候で無理な着陸を試みた末に墜落し、乗員乗客65人が死亡した航空事故である。 1992年に撮影された事故起事故直前には敷地内の熱帯高雨による突然の暗い雲と大雨を伴う悪天候の発生があった。着陸する2分前には小降りだった雨は激しくなり視界は急速に悪化した。副操縦士と機関士は滑走路が見えないことに不安を感じ、機長に着陸また行を提案したが、機長は耳を貸さず、 副操縦士に滑走路を探すよう命じた。墜落する直前、副操縦士はたまらず、ダメです。見えません。機長。やり直しましょう。と叫んだが、時すでに遅く、滑走路前にあったヤシの木に激突した。機長はようやく着陸また行を決断するが、すでに左翼を損失しており、操縦が効かず、田んぼに墜落した。 事故現場救助活動事故直後には5人の生存者がいたが最終的に生き延びたのは当時1歳だったタイ出身の男児のみであった。この事故は2020年現在カンボジア最悪の事故である。カンボジアの事故調査委員会は機長がクルーの進言を無視して着陸を強行したことが原因だと断定した。機体や景気には異常はなくクルーの健康状態も良好であった。 ベトナム航空側は空港の設備が旧式だったことと管制官が間違った気象情報を離陸直前にクルーに与えたことが事故の原因だと主張したがこの主張は退りけられている。AB スタッフポストザラストアーズオブフライト815パナムペンポスト www.phnompe nhpost.com 2019年11月4日閲覧。ASN a i r c r ト f t Accident Sporefts-134B-3VNA120 パナムペン、ポチントングエアポート。2019年11月4日閲覧。ムールで、エリザベス、マットダッシュセーブズボーイクラクトフロムフレームス、パナムペンポスト。w w w p, p, n p n h n o m p e n h p o s t c o m 2019年11月4日閲覧。ランター、ホロ、アビエーションセーフティーネットワーク ASM、アビエーションセーフティーデータベースジオグラフィカルリージョンズ、カボチャエア、セーフティープロフィール、aviation-safety.net。2019年11月4日閲覧。abc セインズベリー、ピーター、クラッシュビクティムズウェイトペイウト、パナムテンポスト。 www.phnompenhpost.com2019 年11月4日閲覧ありがとうございます。